男子穿上特别装备，戴上头盔，设定好路线，然后推出自己的摩托车。热爱山地脚车竞赛的池田文彦决定来一场特别的旅行，骑上8小时的摩托车去观赏奥运比赛。岡山からですね。この伊豆の方までは、確か、550キロぐらい。分かりやすく言うと東京大阪間ぐらい距離がありまして、そこをですね、休憩途中で何回か休憩、昼ご飯とか入れて。朝に出て、ちょうど8時間ぐらいですね、かかって、ずっと高速なんですけど、高速をひたすら走ってきました。池田文彦这么做是为了避免乘搭交通工具，避开与民众接触，降低新冠肺炎感染几率。抵达伊豆县后，他也根据奥运比赛现场的交通安排，来到山地脚车竞赛现场。他选择独自在一旁好好享受观看比赛。世界の走りが生で見れたということと、やっぱりこのオリンピックのですね、この雰囲気を味わうことができたので、すごく楽しかったです。顶住炎热的天气，还有可能感染疫情的风险，骑行500公里来看比赛，看来这名男子真的很喜欢奥运会。